皆さんこんばんは、MK です。マインクラフトパート207やっていきましょう。今回はエンドクリスタルを使ってエンダードラゴンの復活やっていきたいと思います。もちろんエンダードラゴンを倒すところまでやっていきますので、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。そう、そしてもう一つの目的としてはこちら、ガラス瓶にドラゴンブレスを詰めていきたいと思います。そうすれば残留ポーションかな、新しいポーションを作ることができるみたいですので、こっちも頑張っていきましょう。よーし、じゃあエンドの世界にゴー。久しぶりに行きますね。うおー、久しぶりに来たわ。こんにちは。なんかおかしくない？こんなだったっけか、背景怖っ。よーし、じゃあ中心に向かっていきますよ。何ここ、こういうところ事故るからさ、ちゃんと埋めておきましょうね。そう、そしてエリトラがありますので、多分周りのエンドクリスタルを壊すのはすぐにできるんじゃないでしょうか。エンダードラゴンと目を合わせないようにして中央に向かっていきましょう。そう、そしてここにエンドクリスタルを置いていくみたいです。いきますよ。1個目。うわー、なんか炎が出てるし、こんなの出ませんでしたよね今まで。はい、そして2つ目、怖いよ。はい、3つ目、あれ置いてない。はい、3つ目、オッケーオッケーオッケー、行くよみんな。4つ目置いたらもうエンダードラゴン出ますからね。はい、行きます。4つ目。おお、なんだ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 、初めて見るからびっくりしてるんですけども。あー、何、あ、そういうことか。エンドクリスタルの力でエンドクリスタルが全部復活してる。前回全部壊しちゃったんだもんな。え、全部の塔に立つ。うわ、マジか、結構大変だぞ。はい、あそこにも立って、あそこにも立って、で、あれで終わりか。はい、そしたらまだだった。はい、また行きまして、おお、そして真上、かっこよ。何この演出、上からエンダードラゴン出てくると思います。出てきた。そしてなんで食らった、今よくわからないタイミングで食らいましたけど、待った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 、一旦ネザライトの胸当てを入れておこうと。そしてあれです、ドラゴンブレス、これをガンガン回収していきましょう。おー、いいぞいいぞいいぞ。あ、結構余裕で回収できるな。よしよしよし、とりあえず10個いけました。あー、待って待って、いる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 から倒していきましょう。いけ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 い、倒せ倒せ倒せ。といっても周りのエンドクリスタルを破壊しておかないと回復されちゃうから、あんまり意味ないかもしんない。とりあえず4分の1ぐらいはダメージ入りました。よーし、じゃあエリトラを着て、あとは空に飛んでいきましょう。待てよ、まず人参食べさせて。はい、人参食べて体力を満タンにしてから向かっていきましょう。オッケー、どっから行く、落ち着け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 、高いとこから行こうか。はい、じゃあ高いところに着地して、熱々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 、オッケー。エンドクリスタル1個破壊しました。はい、そしたら弓矢で周りのやつも破壊していきましょう。はい、2つ目。はい、であそこで3つ目。いいぞいいぞいいぞ、調子いいぞ。はい、でここ4つ目で、あそこ5つ目。素晴らしい。待って、エンダードラゴン来てる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 、エンダードラゴン来てるよ。落ち着け落ち着け落ち着け。一旦じゃあロケット花火を使ってもう一回高いところまで行きましょう。そこにするか、待て、来るか。エンダードラゴンとは違う場所にいたいですね。はい、1個壊して、うわそれ、あー、やめてやめてやめて。あれどうする、あの檻に入ってるやつ。まあでもやるしかないよな。これいけるの、ほい、無理か、さすがに。ほい、なんかうまくやればさ入るような。あら、やばいやばいやばい、あ、逆にいいか、逆にいい、ここで回収しちゃおう。いけいけいけ、回収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 。あ、ドラゴンブレス思ったより余裕で取れるわ。はい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 、回収回収回収。あと7個、あと7本取りたいけども、とりあえず待て、いけるところをやっちゃおう。この下あるよね、あれ、あー、あるけど無理かな。ほい、あー、無理っぽいわ。やっぱり檻の中は一旦降りるしかね。やべやべやべ、やめてやめてやめて。やめて、今回はノーミスで倒すからね、エンダードラゴン。一回もゲームオーバーになんないよ、 MK さんは。はい、オッケー。そしたら人参食べて回復して、え、これは、これも回収できるっぽい。ほい、ほい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 、無理かな無理かな、あ、無理だ。なんか根元のところで回収しないとダメっぽいわ。はい、そしたらゆっくり降りていきましょう。びっくりした、怖っ。はい、ここ降りて、待て、落ち着け落ち着け、降りてこいと。素晴らしい。そしたらあと1個か、あと1個、あそこだけですよね。ささっと行ってしまいましょう。ロケット花火を使って、待って待って待って、ロケット花火を使ってレッツゴー。落ち着け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 、ゆっくり降りて、たたたたたたた、エンドクリスタル破壊していくっ
オッケー。これでもう回復できないな。じゃああとは7本のドラゴンの息、まあドラゴンブレスですね。ドラゴンブレスを回収したら、エンダードラゴンもう倒してしまいたいと思います。そう、そして待って、もうあれがいらない。よし、もうエリトラいらないから、ここはタタタタタネザライトの胸当てにしておきましょう。そう、そしてこれも危ないから消しとこ。何、あー来た来た来た、エンダードラゴン来た。結構食らうな。やっぱりネザライトのソードめっちゃ強いからさ、攻撃力超高いわ。いけ、オッケー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 。あとは待って、息回収しないと、倒す前に。やめて、エンダーマンだけほんとやめて。あー来た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 、ありがとう。はい、じゃあここでガラス瓶回収回収回収、オッケー。ドラゴンの息マックスまで回収できました。じゃああとはもうほんと倒すだけ。いけいけいけ、エンダーマンやめてよ。エンダーマン来てる、大丈夫。はい、どん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 攻撃していく。もう体力半分だぞ。弱くねえか。なんかネザライトの剣を使いこなしてからというか、まあ使いこなしてっていうか、エンちゃんとして、あーやべやべやべ、エンダーマン来た、エンダーマン来た、エンダーマン来た、エンダーマンやめて、エンダーマンオッケー。エンダーマンが一番強い、本当に。エンダードラゴンよりエンダーマンの方が強いからね、本当は。待てよ待てよ、やめてやめて、見てない見てない見てないです、見てないですよ。どこ行った、エンダードラゴン、どこ。いた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 。弓矢でやってもいいけどさ、あんまり、あ当たった。案外いけるかも。あーべ、見てないよ、見てない見てない見てない、見てません。 MK さんは見てません。 OK、 当たってる、当たっ、え、なに、エンダーマン来てる。もう見てないってば MK さん。落ち着け落ち着け落ち着け、倒せ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 、待って、来てる、中央来てないね。中央に来た時しかさ、エンダードラゴンには攻撃当たんないんだって。はい、 OK、 エンダーパールゲット。待てよ、あーやめてやめてやめて。その魔法みたいなのはほんと勘弁。え、あれなんだ、あれは前 MK さんが立てたやつか。全然違ったわ、全然降りてこない。来たー。はい、じゃあこ、あーやべ、あー来てない来てない来てないじゃん。ちょっと待てよ、人参食べさせて。はい、人参食べて、何何何、もう、あー、そっちから近づいてきたんじゃん今。 MK さんはあんたに用ないんだが、やべやべ、行きたい行きたい行きたい、待て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 、行け、倒せ倒せた、やべ、めっちゃ食らうめっちゃ食らう。相手のドラゴンのその魔法がめっちゃ食らうわ。え、何それ、その魔法が食らいすぎるんだけど。一旦退避、一旦、やめやめ、魔法やめて魔法やめて。今回はノーミス、ゲームオーバーに一回もならずにエンダードラゴンを倒すというのが MK さんの目標でございます。いけ、待て待て、やばいやばいやばい。そのさ、魔法みたいなやつって何、ネザライト装備貫通する、やべ、はあ。もうそれは反応できないわ、もうしょうがねえ。だとしたらしょうがねえ、ゴリ押して倒すわ。落ち着け落ち着け落ち着け、待てよ待てよ待てよ、どこでやられた、多分大丈夫だよね、持ち物が落ちてたりはしないと思います。そこか、すぐそこかな、あれどこどこでやら、やめてやめて、やめ、やばいやばいやばい、ネザライトの装備がないとこうなっちゃうんだって、エンダードラゴンはさ。ちょっと待てよ、ネザライト装備どこ、どこに落とした。まあ5分間は残ってるはずですので、なくなることはないと思いますけども。待てよ、エンダードラゴンから避けないと。落ち着け落ち着け、いた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 、来ないで来ないで来ないで来ない、やべ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 、オッケーオッケー、あった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 、ここ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 さ。はい、じゃあこれ全部回収していきましょう。待て、切る切るものを先に切る、待て待て待て、それもで、これもオッケー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 、でこうしてこうしてこう、全部拾った、オッケー全部拾った。そしたら切るもの着ます。切るものを着て、剣持ってるな、やめてやめてよやめてよやめてよ、あとは来たら叩けばいいだけ。来い来い、もう倒せるぞ、もうあと1回来たら倒せるっしょ。それも一応拾っとこう、オッケー。どこ行った、エンダーマンだけマジ勘弁して。来た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 、はい、ここでガンガン叩いていきましょう。倒せ倒せ、掘り寄せ、オッケー。こんなもんよ、いやーこれいけたな。やべやべやべ、やめて待て待て待て、最後ぐらい見せて、最後ぐらい見せて、最後ぐらい見せて、オッケー。はい、という、待て、やめ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 て、見てないって、見てない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 でしょうが、自意識過剰だってば。はい、ということで、はい、あ、エリトラ、エリトラのこれ回収しよう。オッケー、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 オッケー。エリトラとかの、修繕的な回収はしまして、よし、なんとかエンダードラゴン倒すことができました。お、え、卵って、1回しか出ないんじゃないの ?2 個目出てるよ。あれ?エンダードラゴンの卵ってさ、1個しか出ないって聞いてたんだけど、2個目出るんだ。じゃあ回収しよう。松明を使って回収したいと思います。どうやるんだったっけ、あ、ここの下か、ここの下を、つるはしで掘っ
で、いや久しぶりにやるな。こうしてこうしてで、こうしてこうだな。はい、オッケー。エンダードラゴンの卵を2個目ゲットできました。やめて、ほんとやめて。よし帰るよ。もう MK さんここに用はありません。だいぶオッケー。あれ、あ、エンディングとかではないのか。はい、ということで帰ってくることができました。ちょっとと波乱万丈感はありましたけど、なんとかエンダードラゴンを倒して、ドラゴンブレス27個をゲットできましたね。よーし、じゃあ次回はこれを使って新しいポーションの方を作っていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。